池袋北口の繁華街の一角で老女の遺体が発見された。ご苦労様です。ご苦労様です。こちらです。撲殺です。凶器はこの鉄パイプ。付着している血液はアルバイのこと。これから DNA 鑑定を行います。後頭部に数箇所殴打されたような跡があります。おそらくこの傷が致命傷だろうと検視官が。工事現場の鉄パイプが置いてあります。犯人はここから凶器を持ち出したのでしょう。この袋の中もマルガイの身元が分かるようなものは犯人が持ち去ったのと一切見当たりません。それにしてもなんだか都会が似合わないおばあさんだな。着物は都会に出てくるためにめかし込んできたんでしょうね。小柄な割にはがっちりしていて地下旅の方が似合いそうです。顔も手もかなり日焼けしてる。農業か漁業かそういう仕事を長い間続けていた人なんじゃないかな。精一杯のよそ行きをして東京見物に来たところ小金を持ってると思われて襲われたのかな。まずはその線で池袋駅周辺を当たってます。村川、身を上できた。できました。おお、そっくりじゃないか。警視庁一の似顔絵捜査官目指して日々鍛錬してますからね。このおばあちゃん来てませんか。このおばあちゃんでしたら夕べ8時頃ここに立ち寄りましたよ。手書きの地図持ってましたね。あ、これどうやら北口みたいですね。ここは池袋駅東口なので。東口。そうなんですよ。この先の地下道を左に、おばあちゃんの足ですと10分ぐらい歩くと右側に北口への出口がありますから。わしゃ足も丈夫だよ。もう一人で早う歩けるわい。これは失礼しました。階段を上がって表に出て、それからはこの地図通りに歩いてくださいね。それか。なんだ。本日のセール、レタスキャベツ88円。どこ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 。もうええかよ。すいません。お気をつけて。レタスとキャベツ88円か。スーパーの名前を覚えていないんですが、書かれていた電話の局番は0859でした。私の携帯の下4桁と同じなので覚えているんです。インフォメーションセンターを出たのが午後8時過ぎ。死亡推定時刻は午後9時から11時の間。マルガイは地図にあったこの繁華街のどこかを訪ね、その直後に殺害された。なあ亀さん、こういうばあさん見てるとなんだか田舎の袋思い出したしないか。そうですね。もっとも私の母親はとっくに死んじまいましたかね。あ、一課長のお母様はお元気でしたっけ。ああ、達者も達者。減らず口叩いてピンピンしてるよ。減らず口叩いてね。あ、それってと一課長はさしずめお母様のなんでしょうね。そう、そうなんだよ。顔もそっくりでさ、おふくろは村一番の美人と評判だったんだよ。なんだよ、なんか言いたいことがあるのかよ。おお、村一番のね。警部、解剖の結果が出ました。頭蓋骨陥没、やはり頭部の傷が致命傷か。椎間板に損傷あり。腰の部分も鉄パイプでやられたってことですか。いや、古傷らしいね。椎間板が損傷、手術した痕跡があるが、その後も酷使したらしく腰の椎間板が著しく損傷。警部、先ほど草加さんから連絡があった0859の市外局番ですが、鳥取県のものですね。境港市、米子市、日野郡、西伯郡の一部などの地域です。境港、米子、日野郡、西伯郡。科捜研の DNA 鑑定の結果、付着していた血液型はマルガイのものと一致。やはりあの鉄パイプが凶器だと断定されたが、犯人の指紋は拭い去られていた。最近レタスとキャベツ88円セールを行ったスーパーのうち、
0859の市外局番を持つのはこのニコニコマートで鳥取県が地盤です。メールで断られた最新のチラシがこれです。マルガイは新聞に織り込まれていたこのチラシの裏側の白紙部分を使った手書きの地図を持っていました。上京した彼女は池袋駅東口のインフォメーションセンターで場所を聞き、地図に示されていた先を訪ねたと思われますが、受付嬢は地図の詳細を覚えておらず、残念ながら訪問先を特定することはできませんでした。その地図も犯人が持ち去ったんじゃないかな。地図そのものもだが、チラシからマルガイの住所や氏名が判明するのを恐れたんじゃないかな。すなわちマルガイは0859の局番を持つ地域に居住していた。カメさん、皆までおっしゃいますな。お供します。行き先は鳥取県ですね。私と亀井刑事は東海道新幹線のぞみで岡山に向かい、特急やくもで鳥取県米子市に向かった。十津川警部ですか。暑いところご苦労様です。米子中央署の須藤です。荒木です。よろしくお願いします。どうぞ。この椎間板が著しく損傷の部分ですが、似たような症状を抱え悩んでいる年配の女性たちが大勢おるんです。どういうことでしょうか。こっちではお三度さんと呼ばれる行商人の女性たちです。彼女たちは山陰本線や剥離線を使って山奥へ生魚や干し魚、練り製品などを背負って運んだ。その重量は50キロを超そうとでした。数十年間も毎日毎日そげな行商生活をしとったわけで、皆腰痛の職業病を抱えておるんです。おそらくお三度さんをやっとったんじゃないのかな。ほんの数人だが現在でもそのような行商を続けている女性がいるとの情報を得て、私と亀井刑事は翌朝6時9分米子発剥離線の一番列車に乗り込んだ。私たちは彼女たちから被害女性の身元を探ろうと試みた。すると、あ、これ、ふみさんに似とらんか。なあ、ふみさん、田代ふみちゃってな、米子の漁港で魚仕入れて、備中まで売りに行っとるおばさんだが。田代ふみ。そういや、ここ何日か姿見せんで、心配しとったところだわ。あの、その田代ふみさん、どこに住んでるか分かりますか。海峡温泉だ。海峡温泉は JR 山陰本線米子駅から5キロメートル、弓ヶ浜海岸に面する。私が生まれる前からお三度さんやっとられるよ、ふみさん。ふみさん、一人暮らしだと聞いたけど。旦那さんばかりか、娘さん夫婦も早う亡くされて、孫の翔子ちゃんと二人きりだったけど、翔子ちゃんは高校中退して東京に出たけん、何年に一回しか戻ってこんや。ここがふみさんの家だが、ふみさん、ふみさん、もうならんわ。今から家宅捜索を行います。申し訳ないが立ち会い人になっていただけますか。わかりました。あの合鍵漁協で預かっとったけんね。どうぞ。
田代文さんですか。それだけど。やっと身元が分かりました。それじゃあ東京で殺されたんよはやっぱり文さん。残念ですが、おそらく。隣の女性はお孫さんの翔子さんですか。そう、翔子ちゃん。ケイ、おばちゃん、ゆうべも電話で頼んだけど株で失敗してな、会社のお金300万円使い込んでしゃった。もうすぐ査察があるや、バレたら私警察に引っ張られてしゃわ。お願い、なんとかして。お前らお金なんとかして。7月18日午前9時35分です。マルガイが殺害される当日の朝ですね。おばあちゃんって呼びかけてるけど、この声は翔子ちゃんの声に間違いないわ。そういえば刑事さん、今思い出しただけど、高校も卒業したらんのに翔子、うん、大企業に入れたけ。なんでも東京の池袋っちゅうところに勤めた出し子だ。池袋、亀さん、300万。マルガイの身元確認を終え、田代文は孫娘のために300万円を持って上京したことをつかんだ私と亀井刑事は東京にとんぼ返りした。亀さん、はい。田舎を一歩も出たことがない田代文は、夜の8時過ぎに孫娘が勤めるこの池袋の会社を訪ねようとした。うん。だが、ご覧のような光景だ。孫が勤めるのは大企業どころか怪しげな場所かもしれないと田代文は不安になったんじゃないかな。私もそう思います。早くに東京に来た翔子はおばあちゃんを安心させたくて大企業に勤めたなどと嘘を言ったんでしょう。それにしても田代翔子はどこにいるのか。まさか翔子が自分を育ててくれたおばあちゃんを殺したとは思いませんが。ジェブ、亀井さん。ああ。おお、偶然か。池袋は庭なんで。池袋中央署から田代翔子の件で新たな情報が入りました。詐欺グループ。ええ、池袋を根城にしている若手の詐欺師グループが振り込め詐欺に手を染めているんです。田代翔子はその一員だったのか。この写真は池袋中央署が隠し撮りした詐欺師グループの写真。これが田代翔子です。化粧は濃くなってるが明らかに同一人物だね。ってことは田代翔子は実の祖母を振り込め詐欺に引っ掛けたってことか。ノルマを達成するために仕方なくではないでしょうか。月々の上納金のノルマが納められないとリンチされたり、見せしめのために殺されてしまう場合もあるそうですから。ノルマを果たせなかった田代翔子は祖母のなけなしの貯金を頼りにしたってことかな。で、田代翔子はやはり大企業勤めではなかったようですね。よし、みんなでこの線を詳しく調べてくれ。はい、はい、はい。それから数日昼夜を徹して聞き込みを続け、その結果、池袋でキャバクラ嬢をしていた田代翔子はカモになりそうな客を物色し、個人情報をテレンテクダでつぶさに聞き出し、詐欺師の仲間にその情報を流していたことをつかんだ。すなわち彼女は振り込め詐欺師グループの情報収集係だったのだ。田代翔子の家は北池袋にある小さなマンションだった。
そりゃもう大変な騒ぎだったんですよ。数日前の真夜中、私が一杯引っ掛けて帰ってくると、田代さん、田代さん、あれはただごとじゃなかったね。それと田代さんは男の人と一緒に暮らしていたんですね。はあ、男が転がり込んできてから1年ほどになりますかね。30くらいの男が。鴨の情報、お前が受け取ったんだろう。それを上に流して税にもらってた。違うか。おびしゃお、ちゃうれしい。どこで覚えたんだか弁護士呼べって言ってます。ネタは上がってんだよ、これ。弁護士だ、弁護士。要再来一下嘛、再来这杯会留情的。カニ、私、喋ったのバレたら殺されてしまう。カニ、カニ。心配すんな。無事帰国させてやるから。本当か？ああ。どうせまたすぐ違法入国してくるんだろうけどな。さっさと歌ったらどうだ。私に権利ある。はい、やめろ！やったら一緒だ。やだ、やだ。田代祥子が同棲していたのが、遠野拓也33歳。もともとは福祉専門大学の学生だったそうです。田代祥子の家から採取した遠野拓也の DNA が田代文の衣服から採取された DNA と完全に一致しました。聞いてないぞ。マルガイの着衣から DNA が取れたのか。つい先ほど新たに。今回は犯人にたどり着くような物的証拠がほとんどない状態だったんですが、科捜研で調べたところ手の汗のシミが浮かび上がりました。着物の右肩口と腹部にあたる帯の部分に遠野の DNA が付着していたんです。右肩口と腹部。はい。け、何か。ん？いや。ということはだな、戸塚君。動機が何かはわからんが、田代祥子と同棲していた遠野拓也が祥子の祖母の田代文を殺害したというわけだな。ですが一課長、もしそうだとすれば、仲間割れか何かで詐欺師グループから追われていたとしても、祖母を殺害した男と一緒に祥子は部屋から逃げ出したということになります。なんだか私にはどうしてももう一つ納得ができないんですが。そうは言っても遠野拓也という紐男の DNA が何よりの物証じゃないか。それにだ、遠野と祥子二人が未だに一緒に逃げてるとは限らん。遠野は300万を奪い取るためにばあさんに次いでどこかで祥子を殺し、今は一人で悠々と逃げてるかもしれないじゃないか。恐縮ですが、一課長の今の推論は明らかに間違っています。何？何でだ？安原警部殿、何でなりましょうか。警部、部屋を逃げ出した二人の足取りを調べたところ、東京駅の東海道新幹線改札口の防犯カメラに田代祥子と遠野拓也の姿が映っていました。田代文が殺された翌朝、二人は改札を通っています。さらにその時刻午前8時23分に自動改札を通過した乗車券は2枚とも米子までの切符だと判明しました。米
田代祥子の故郷は米子の海景温泉。一課長、仕方がない、経費はかさんだ。もう一度米子に行ってこい。今日の拓也をパクって田代祥子を保護するんだ。田代文殺害動機の追及はそれからだ。了解。理由は分からんが詐欺師グループも二人を追っている。君たちは引き続き池袋の詐欺師たちの動きを待ってくれ。はい、はい。私と亀井刑事は寺西を伴い米子駅から車で15分ほどの海景温泉の田代文の家、祥子の実家を訪ねたのだ。祥子と遠野が田代家に立ち寄った形跡はなかった。張り込むのならこの旅館が最適ですね。祥子の実家が裏の方ですから2階の部屋を借りられれば見通せますね。私が交渉してきます。はい、了解してます。感触は名乗らず目的もできるだけ曖昧に。こんにちは。すいません、誰もいませんか。はい、すみません、ただいま参ります。お待たせしました。新しい健康食品を売り込みにしば間に合ってます。あ、いえいえ、お宅に売り込みに来たんじゃなくて販売促進のためにしばらく海景温泉に滞在したいんですが、空いてます部屋。やだ、ごめんなさい、失礼しました。あ、男さんに一部屋でいいですから。こんな古い旅館でしょ、お部屋ガラガラなんです。お一人様一部屋ずつご用意できますけど。いや、三人一部屋で。でも一部屋でいいって。しかしわからない人だな。それでいいんですって。あ、料金なら同じにしますけど。ダメダメ、一部屋で。だけど、まあ、俺たち決して怪しい関係じゃないからね。その打ち合わせしなきゃいけないことがいろいろあるんで。わかりました。じゃあ本当に一部屋でよろしいんですね。はいはい、わかればいいんです。またもや失礼しました。ではよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。田代祥子の実家の張り込みは亀井刑事と寺西が、私は田代祥子と遠野拓也が立ち回りそうな他の場所を米子中央署の須藤警部とマークする、そういう日々が続いた。紛れ込むには絶好のところですね、これ。あとは警部、この通りなんかはもうシャッター街になってるので潜伏するには絶好の場所かと。おお、それ日野町ですね。
名主さん、まだお休みですか？寝坊なんだよ、こいつ。叩き起こさなきゃ起きるんだよ。おい、高橋！蹴飛ばされて起きないか？そう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 。カナエさんに朝ごはん全部食べられちゃいますよ。違う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 、もうそこじゃないよ、ほらもう癖よな。トビウオはな、足が速いからさっさとしたとお客さん来ないぞ。はい、行くよ、ほら行こう、ここだろう。しかしミキちゃん、一年経つ間にすっかり若女将らしくなってね。まだまだ早くと婿さんもらうで、また悪い虫がつかんうちに。あとは味噌と醤油だな。悪い虫だなんて。あ、すいません、お湯をいただきに。今手が離せないんです。そこに置いといてもらっていいですか？ごめんなさいね、私やりますから。お願いします。キャラワンキャンだ。行こうぜ。行かい行かい。何さ、健康食品の営業うまくいってないんですか？あ、まあ部屋から出てくるのは十津川さんばっかりで、あなたも亀井さんも一日中ほとんど部屋の中。電話やメールで売り込みしてるのかもしれないけど、でも営業って実際にこう人と顔を付き合わせて成立するものだと思うけど。みゆきさんは大学を出た後1年前まで東京でいらしたそうですね。ええ、営業のお仕事をやってらしたんですか？ほらほら危ないで。車道に飛び出したらダメじゃない。車ってものはね、すぐには止まれないの。もっと気をつけて歩きね。はい、ほらこれあげちゃん。ありがとうございます。リコマンもあげるよ。おありがとう。気をつけてな。ミクさんだよ。ここには帰ってきてねえんじゃねえか。地元ですか？いや、ご健康ですか？いつまでこんな寂しい街いなきゃいけねえんだよ。昼も夜もシャッターだらけで遊ぶところもねえ。緊急配備しましょう。天皇だが、池袋の詐欺師グループに属すると思われる男たちは天門をかいくぐり、いずこへか逃走した。それにしても、田代翔子と大野拓也は、なぜ詐欺師たちに追われているのだろうか。おお、これはまた豪勢だね。毎日毎日私と亀井さんだけこんな美味しいお弁当を食べてるのもと思いまして、警部はいつも天夜物が外食でしょう。だからじゃあ遠慮なくいただけ。はい、実はなカツ丼にも飽き飽きしてた。あ、それとランチ。はい、この料理なんていうんだこれ。おサンドさんが好きないただきっていう料理みたいですよ。じゃあいただきます。
な。うまいな。宿の小江さんが？いや、それはみゆきさんが作ったそうですよ。仕出しもできそうだね。料理もうまいし、お風呂もいいのに、なぜ客が来ないんだろうね。やっぱり建物が古いからじゃないですか。うん。私なんかだと、やっぱり古い旅館の方が落ち着くけどね。亀井さんも同じこと言ってました。料理の腕もいいし、客の足りもなかなかだ。みゆきさん、やっぱり後継ぐんだろうな。早くともこさんもらえで、また悪い虫がつかんうちに。殺されたらキャラワンけんな。婿養子を取るってことになるのかな。なあ、寺西。あ、そうですね。今時珍しい大和なでしこだし、うん、婿養子は大勢いるだろうな。そうですかね。私なんか彼女の気の強いとこがどうにも。客商売するならあれくらいのがいいんだよ。もう手足伸ばさないと窒息しそうね。いやいや、お前大丈夫です。翔子の実家を見張れる場所を選んで散歩してました。おかえりなさい。ただいま。ただいま。もう1週間になるでしょう。洗濯物が心配になって。ああ、クリーニングに出すから大丈夫ですよ。ご心配なく。そうですか。寺西さんの嘘つき。え？亀井さんも十津川さんもみんな嘘つき。あなたたち健康食品会社の営業マンなんかじゃないんでしょ。今朝見たんです。どうも。そうですね。そうですね。ご苦労様です。あなたたち東京の刑事さんなんでしょう。みゆきさん、騙すつもりはなかったんだが申し訳ない。実はね、ある事件の捜査でどうしても張り込みをしなければならなくなってね。それにはこのお部屋が一番適していたんでね。それじゃあ、ある事件ってこの間東京で殺された田代ふみさんの事件なんですね。うんうん。翔子ちゃんが男と一緒に逃げてるって。でも翔子ちゃんはおばあちゃんを殺すような人じゃないわ。ふみさんは朝の3時には起きて、重たいカンカン箱を背負って漁港に行って、炎天下だろうが大雪だろうが365日、一日も休まずに行商をして翔子ちゃんを育て上げたんです。そんなふみさんを翔子ちゃんが殺すわけがない。いや、田代ふみさんを殺したのは連れの男で、一緒に逃げてる男だって殺すわけない。絶対にない。たとえ一緒に暮らしてたんだか愛し合ってたんだか知らないけど、でも殺してはいないと思う。だけどみゆきさん、物的証拠があって。何？すいません。みゆきさん、あなたと田代翔子さんはお友達なんですか？家がこんなに近いんですよ。年は私の方が6つも上ですけど、それなりのお付き合いがありました。みゆきお姉ちゃん。警部、話は廊下で聞きました。
でした。あなたやご両親に嘘をついたことは謝ります。申し訳なかった。その上で改めてお願いしたい。このままこの部屋をお貸し願えないでしょうか。それから大変迷惑な頼みでしょうが、私たちが警察官であることを周りの方々には黙っていていただきたい。みゆきさん、実は私も田代祥子さんがおばあちゃんを手にかけたとは考えていないし、一緒に暮らしていた男が殺したとも考えたくはない。しかし田代文さんを殺害した真犯人を逮捕するためには、田代祥子さんと同棲相手だった男から直接話を聞くことがぜひとも必要なんです。張り込みを中止するわけにはいかない。お願いします。勝手ですね、警察の人って。私と翔子ちゃんが見知った関係だって知っても、ここに座り続けさせてくれなんて。もし翔子ちゃんとその男がふみさんを殺してないって主張したとしても、冤罪で長いこと刑務所に入れられるかもしれないじゃないですか。死刑にだってなるかもしれない。ここは昔ながらの人付き合いをとっても大切にしている土地なんです。警察に協力して彼らを撃ったのが私だ、私と両親だなんてことになったら、私たちはもうここでは暮らしていけない。父は一生懸命働いて、少しずつこの旅館を大きくした。無理を重ねたせいで脳梗塞で倒れてしまって、だから私は聖子を傾けていた仕事を投げ打って、東京を引き払って後を継いで、でもそれが一瞬のうちに無になってしまうなんて、そんなのって出たのに、風が出ていてほしいって言ったって、浅妻屋に捜査妨害されたっていう噂がばらまかれるだけでしょ。警察ってとっても恐ろしいところだから。いや、西さん、それは違う。いや、西さん、今日のご飯はあなたの大好きなオムライスよ。明かりつけましょうかね。カメさん、しばらくこのままで。大野拓也君は出席率もよく、大変優秀な学生でした。さまざまなボランティア活動にも熱心で。ところが4年生になったばかりの春に中退してしまった。ええ、福島で暮らすご両親が相次いで亡くなったんです。だから奨学金制度の利用を。女性を失った親父が借金残してまして、僕卒業したら行きどころのないお年寄りのお世話ができるような介護施設で働きたいと思ってました。でももうすぐにでも働かなきゃいけなくて、奨学金どころじゃないんです。そんな遠野拓也がどうしてまた
キャバクラ嬢の田代翔子と一緒に暮らすようになったんだ。これから大学を中退した遠野達也が勤めた介護施設を回り、その後の足跡を追ってみます。うん、頼むぞ。休んでごしないや。ええ、古池のええ旅館でしょ、さずまや。ええ、さあ須藤さん、もう1週間経つんですが、客は私たちだけなんですよ。一時は流行っちゃったんですがね。須藤警部、お電話です。うん。そういえば、さずま屋なんですけど、1年ほど前に立て直すって話があったんです。もう援助してくれるって人が現れまして、県議会で力のある議員さんだったんですけど、身内に不幸があって、その話が白紙になってしまったんですよ。おう、お疲れ様。それではお疲れ様でした。いやいや、私もご同行します。え、無理をお願いしてるのは私たちの方ですから。今夜も明かりは灯らずか。ええ、我々の張り込みが翔子たちに感づかれたんでしょうか。その可能性もあるが、むしろ翔子と遠野は詐欺グループの追跡を恐れてるんじゃないのかな。無意な日々が続いた。だが張り込みとは元来そういうものなのだ。そして数日経ったある日、警部、分かりましたよ。田代翔子と遠野拓也の接点が。女っ気のない遠野を気の毒に思った大学時代の唯一の友人が1年ほど前に遠野をキャバクラに誘ってます。その時に彼らの席に着いたのが田代翔子だったんです。ほら、もう高原なとこで暗くなんだわ。それね、確かにおじいちゃんおばあちゃんの匂いすね。最近若い子と付き合ってないな、介護士さん。私さ、両親いなくっておばあちゃんに育てられたからさ。好きなんだよね、お年寄りの匂いってさ。塞いでばっかだとだらずになっちまうで。お、知ってる。だらずってバカとかお調子者とか最低って意味だよね。そげだが、よう知っとったね。友達がたまに使ってたから。ん、踊ろ。せーの。これがきっかけだったようですね。今時珍しいくらい実直な遠野に翔子が惚れた。それからしばらくして二人は北池袋の翔子の部屋で同棲するようになりました。遠野にベタ惚れの翔子は介護の仕事を続ける遠野を陰から支えた。キャバクラや振り込め詐欺の鴨の情報収集で稼いだ金を遠野に見ついていたわけだね。ええ、遠野を最初にキャバクラに連れて行った友人が言うには、遠野は翔子にものすごく感謝していたようです。そうか、それならやはり遠野が翔子の祖母を手にかけたとは考えづらくなって。 DNA のことはさておき、もし田代文を殺害したのが遠野拓也ではないとしたら、
翔子が加わっていた振り込め詐欺グループの一員の誰かだ。うん。動機は田代文が持参した300万円を強奪することか、あるいは田代文は詐欺師同士の内輪もみの巻き添えになったのか。詐欺グループはそのことで翔子たちを追ってるんでしょうか。うん。だが両者ともどこに身を潜めたのか一向に姿を現さない。その件でもう一度叩いてます。この間パクった詐欺グループの中国人を。交流付近はもう切れてるんじゃないのか。あいつ自分からかくまってくれって言ってきたんですよ。作ったのがバレたら確実に東京湾に沈められるからって。じゃあ強制送還の手続きが終わるまで確保。殺されると分かってる男をみすみす施工するわけにはいかないじゃないですか。締め上げてみます。村川、無茶するな。はい、心得てます。あなたたちの中で殺しで飯食ってるやついるでしょ。それって誰？不快给交代的过。哎呀，我这个头的。弁護士。弁護士だ。弁護士。あ、そう。それなら釈放しちゃおうかな。それ困る。私殺されてしまう。先輩、速攻で釈放手続きしてきちゃいますね。釈放。待ってる。待って。喋る。何でも喋る。私日本語上手。喋るから。いや。もういい。え？前はあんなにお飲みになってたのに。俺もこの旅館もガタが来てんだよ。俺たち家族はどうなんだろうな。やっぱり持ってくれ。田代文の着衣に付着していた遠野拓也の DNA について警部は何か疑問をお持ちのようですが。ええ、司法解剖の結果からして犯人は田代文の背後から鉄パイプで後頭部を数回殴打し、そのうちの一つが致命傷となったことが明白です。ご祝いほぼ 100% 丸貝は頭を抱えてうつ伏せに倒れ込み、そのままの姿勢で命を落とす。案の定うつ伏せに倒れた時にできたと思われる傷が額と頬に残っていました。その点は多少私も疑問に思っていました。田代文の場合、発見された時は仰向けでしたからね。しかし遠野の DNA は右肩口と腹部に付着していた。つまり体の前面です。亀さん、これはなぜでしょうか。それはその丸谷が死んだかどうか確かめるために右肩口に手をかけ仰向けにさせて精子を確かめたのでは。うん。では腹部に付着していた DNA は。それは腹部を揺すった時に付着したんでしょう。どうしてそんな風に体を揺さぶってまで丸貝の精子を確かめようとしたんでしょうか。人通りは少ないとはいえ繁華街のど真ん中です。一刻も早く現状から離れたいと思うのが犯罪者の心理じゃないでしょうか。じゃあ警部の考え。ええ、東堂が右肩口から文を仰向けにさせ揺さぶったところまでは亀さんの考えと同じです。だがそれは田代文を何とか助けようとしたからじゃないかと私は思うんです。大丈夫ですか。助けようとしたっていうことは犯人が別にいる。それではなぜ東堂は田代翔子と一緒に逃げ出すことに。翔子は田代文が殺害された前日の夜、振り込め詐欺の売り上げノルマを果たすために祖母文に電話で SOS を伝えた。しかし翌朝にならないと銀行は開かない。貯金から300万円を下ろした文が列車を乗り継ぎ東京に到着するのは翔子が SOS のコールをしてから翌日の夜になってしまう。そこで
上納金の期限を切られている証拠は仕方なく自分が勤めている池袋のキャバクラで文の金を受け取ることにした。大企業に勤めているという嘘がおばあちゃんにバレても粛清されるよりマシだと考えたんですね。ええ、ここからは私の推論ですが、誰だよこいつ。私のおばあちゃん。もしそんな現場に遭遇したとしたら、唯一の肉親である祖母ならば、翔子、あんな柳のもんやちぽっちやっとうだな。やめない。何やっとるか知らんけど、おらんこと今すぐやめないよ。なあ、警察行かいや。ばあちゃんと一緒に警察行かい。それで帰ってこい、田舎に帰ってこい。そういうわけにはいかんのよ、ばあちゃん。え、なら、ばあちゃん一人で警察行くで。やめて、ばあちゃん。翔子はなだめすかして、なんとか祖母を押しとどめようとした。しかしもし金を受け取って引き返したはずの詐欺師グループの男がそれを聞いていたとしたら、その場は収まっても、いつ田代美が警察に駆け込み一体起こすかわからない。それで文の後をつけて、翔子がその夜のうちに300万を用立てなければならないことを知っていた遠野は心配になり、介護の仕事を終えた後翔子の店に向かおうとした。その途中で遭遇したのがすでに息絶えている文だったというわけですね。だとしたら警部、その後遠野は翔子に文が殺されたことをすぐに伝えたはずですよね。うん。ならばなぜ翔子は祖母が殺されたことを警察に通報しなかったのでしょうか。寺西、まともな人間ならばこんな場合は即刻警察に届けてるだろう。しかし田代翔子は振り込め詐欺で自殺した被害者がいるほどの犯罪を犯しているグループの重要な一員なんだ。祖母を殺した人間を警察に通報するのと引き換えに、彼女は詐欺罪に問われる。被害額が大きければ何年も懲役を食らう。いや、それだけじゃない。ふみさんを殺した詐欺グループは今度翔子の口を塞ごうとするだろうよ。そうか。それで慌てて身の回りのものだけを持って逃げ出したんですね。それにしても二人は一体どこに消えちまったんでしょうね。
じゃなかった。おい、今何時？ああ、午前6時29分。どうして携帯持ってんの？東京出るとき私のと一緒に捨てたよね。 GPS で居場所分かっちゃうからって、警察にもあいつらにも。こっち来てから買ったんだ。どこで？最近は顔にも身分証明いるよね。ねえ、タクヤ、なんで夜名古に逃げようなんて言い出したの？それは翔子の実家があるからも決まってるじゃないか。でも実家には帰れない。絶対見張られてるからって。そんなこと想像できたでしょ。そんなことなら全然知らないとこに逃げればよかった。あんたが昨日どこにいたか知ってんだよ私。あんたダラズだよ。私はあんたの一体何なの？変な女、犯罪に巻き込んだ女。寂しいよ私。おらんな。あ、行くぞ。はい。あ、すいません。はい。この辺に本屋さんありませんか？私はちょっと。張り込みを開始してからちょうど3週間目。私はいつものように街頭捜査に赴き、亀さんが飲み物を調達しに出かけた昼下がり。証拠の実感する前の海岸です。田代翔子、
もう逃げられないぞ。君がおばあちゃんを殺したなんて思っちゃいない。君の男が殺したとも考えてない。詐欺師連中から君たちを保護したいだけだ。君のおばあちゃんを、田代文さんを殺した人間をきちんと逮捕したいだけなんだ。だから私の男って誰？遠野拓也に決まってるじゃないか。そうなんだろう。好きだよ。たまらず拓也のこと好きだよ。でも暴動でもいい。頭部を鈍器で殴打。そして私のせいです。私がもっと慎重に立ち回っていたらこんなことには。よし、俺だっておそらくお前と同じ行動を取った。一度行方を見失ったら今度はいつ姿を現すかわからん。仕方なかったんだ。でも特急ヤクモ24号408、16時23分、現在時刻16時ちょうど。どうぞ、もめんチケット。行きましょう。お願いします。私も行きます。容疑は殺人、田代の殺害容疑だ。俺は殺してない。身分を取り調べで十分聞いてやる。そうだ、田代翔子は死んだ。君たちを追っていた詐欺師グループに殺されて。翔子、長い間お世話になりました。私たちは東京に引き返しますが、気がかりなのは田代文さんと田代翔子さんのご遺体の受け取り先です。うちで引き取ります。父さん、田代さんとは昔からの知り合いだし、文さんには新鮮な魚を運んでもらってきた時期もありますし、うちでお葬式を出して田代家代々のお墓に納骨してあげたいと思います。でもね、お父さん、うちでお通夜お葬式を営んだら漁業組合や旅館組合の人来てくださるかしら。
義理で参列するような連中なんか来んでいい。先祖代々大将さんってことは近隣同士なんだし。そろそろ列車の時間。うん。では失礼します。天西さん、もしよかったら携帯の番号とかメールアドとか教えてもらえませんか。遠野は東京に護送され取り調べが始まった。しかし遠野は田代文の殺害については頑強に否認した。私が推測した通り、彼が発見した時にはもうすでに田代文は絶命していたというのだ。そうですか。誰がやったかは分かりません。でも翔子に過酷なノルマを課していた奴らの誰かに違いないんです。翔子のおばあさんが警察に駆け込むのを恐れて。じゃあ遠野拓也は振り込み詐欺の片棒を担いでいたということは認めたんだな。はい。ノルマを果たせない田代翔子の窮状を見かねて、自分が担当する比較的裕福な老人を詐欺師グループに教えていたそうです。今では大変後悔していますが。すると詐欺罪と逮捕時の傷害罪と公務執行妨害罪には問えるわけだが、肝心要の殺人の方の犯人は未だ逮捕できずか。刑事部長、その件に関しては近いうちに解決できます。私の班の刑事たちが拘束した中国人容疑者を引き金にあと一歩のところまで絞り込んでいますから。にもかかわらず戸塚君、なんだか浮かない様子だね。はい。それは二つの疑問があるからです。一つは、米子まで逃げたのに三週間もの間実家にも立ち寄らず、遠野と翔子はどこに隠れていたのか。遠野はまだ口を割らないのか。はい。今更隠す必要はないはずなのに、どこに身を潜めていたのか一切答えようとしません。それでもう一つの疑問というのは。はい。田代翔子のことです。彼女を発見した寺西刑事によると、あの日突然危険を顧みず階段に一人で姿を現した彼女は、鋭い眼差しでどこかをじっと睨みつけていた。そして好きだよ、たまらないって。拓也のこと好きだよ。でももうどうでもいい。彼女が最後に発したもうどうでもいいという言葉は一体どういう意味があるのか。翔子も遠野も特急ヤクモのチケットを持っていました。米子駅の監視は完璧ではなかったので、二人して米子から逃げ出すことはそう難しいことではなかったはずです。翔子について遠野は何と言ってるんだ。ずいぶん世話になりました。とっても感謝しています。でも俺はだらずだ。だらず？だらず？バカだ、最低だという意味の米子地方の方言だそうです。あら、寺西さん、まだ来たの？あ、はい。忘れ物しちゃった。大切なお弁当箱。何調べてんの？米子の捜査報告書を仕上げるために、そのいろいろと。あ、じゃあお先に。お疲れ様です。その時に寺西が調べていた案件は捜査報告書には一切記載されていなかった。遠野拓也は詐欺罪と公務執行妨害罪、それに遠野に突き飛ばされた女性が重傷だったことから過失傷害罪で起訴された。振り込め詐欺を撲滅させるため検事の求刑は判例よりかなり重かった。連日の聞き込みや潜入捜査により田代文を殺害した人物を特定した私たちは詐欺師の一人を逮捕した。田代文殺害容疑で逮捕する。続いて私たちは会見温泉で田代翔子を殺した二人の実行犯に手錠をかけ、こうして二つの殺人事件は終結したように見えたのだが、
私は依然二つの疑問を抱いたままだった。田代文殺害事件から3ヶ月が経過し、寺西が急に辞めると言い出しましてね。寺西、本当か？はい、申し訳ありません。なんでまた突然？結婚するらしいんですよ。ほう、それはおめでとう。だからってなんで刑事を辞めなければならないか。旅館の婿養子に入るって言うんですよ。そうだよな、寺西。はい、その米子の海気温泉の。海気温泉ってもしかして浅妻屋か？はい、3ヶ月前の事件の捜査で私と亀さんと3人で一緒に泊まり込んだ。ええ、それじゃあのみゆきさんと。はい。それはますますおめでとう、みゆきさんか。あ、気は強いが美人で優しい娘さんなんだ。私はあの時からお似合いだと思ってたよ。じゃあ先月上京してきた女性と結婚話で盛り上がったっていうのは、そう彼女のことだったのか。ああ、はい。私もなんとなく彼女のことが忘れられなかったものですから、トントン拍子に話が進んで一気に結婚にまで行き着いた。ただ一つだけ条件があって、彼女一人娘なんで。婿養子に来てほしいってな具合なんですってよ、警部。そうか、そういうことか。困ったな。すいません。いえ、寺西、あのね、人の恋路の邪魔をするつもりはないが、まあ、本庁に来て徳川が任命されてまだ間もないじゃないか。そうだよ、もう少し結婚先の話にしてもよかったな。それが、そういうわけには向こうのお父様が老後様なんでしょうね。うん、一日でも早くの孫に行って仕事をさせる。高砂屋、この裏船に覚あげて、月もろともに、いでしおの、波の淡路の島影や、と。あ、どういう風の吹き回し？おかえり。ただいま。似合うじゃない？うん。寺西が結婚することになってね、それなら披露宴で高砂を歌えと、亀さんが。寺西さんって、米子の事件で犯人を逮捕したっていう新人さん？うん。三上刑事部長からも目をかけられている将来有望な男なんだがね。ことぶき退社。え、ちょっと違うか。なんていうのかな、こういう場合は。まあ、旅館の婿養子に収まると言うんで、仕方なく辞表を受理したんだけどね。おめでたい話だしね。刑事の仕事辞めて、伴侶との幸せな家庭を選んだってわけだ。もう、羨ましい話ですこと。は。あ、ごめん。ねえ、それってもしかして父の形見の？あ、そうだ、君は寸法直ししてくれたわけで、ほら、ぴったりだよ。よかった。その着物を父が仕立てた時ね、私まだこんなにちっちゃくって、よく縁日の金魚すくいに連れてってもらったわ。花子、来週の日曜日神社の縁日行こうか。子供の頃に戻って、わたあめ食べて、射的して、金魚すくいしよう。あ、嬉しい。あ、だけど、射的だけはごめん、こう思いたいわ。百発百中のあなたに、こんなわけないもん。いや、去年、一発外した。え、珍しいもんね。うん。そういえば、寺西はいつも百発百中だったな。その気になれば、オリンピックの代表選手の夢じゃなかった。寺西さんのこと相当好きだったみたいね。本当は手放したくなかったんでしょ。うん。夕飯の支度するわね。あ、
今日ワイン飲めるのかな。オッケーと思って岩本さん。あ、ごめん。来た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 鳥取県米子市の皆生温泉に向かったはずだったのだろう。何ですって？寺西が行方不明。はい、3日前に家を出たきり連絡が取れないと寺西さんのご両親から連絡が。ほう。結婚話を進めるために浅妻屋の娘さんや親御さんたちに会いに行くと言って家を出たまんまだそうです。で、私先ほど浅妻屋に電話を入れたんですが、いや、こちらには見えておりませんし、おいでらの話など聞いておりませんが。ってなわけで、なんだか話が食い違いっぱなしで。うん。どういうことなんだろう。寺西先生、我々に嘘ついてるんじゃありませんか。そもそも結婚話なんてなかったってことですか。ああ、向こうのご両親も歓迎してるって言ったけど、そんな様子じゃないみたいだしな。ってことは、向こう両親の話も嘘だったってことかな。寺西さんが警察を辞めるのにそんな嘘をつくはずがありませんよ。そうですよ。肝心の娘さんの三木さんは何て言ってるんですか。私が寺西が行方不明になったと告げるとショックを受けたらしく、しばらく言葉を失って、うん、私は皆生温泉弓ヶ浜の波消しブロックに寺西の遺体が漂着したとの報を受け、カルさん、お供します。皆生温泉弓ヶ浜で釣り人によって発見されました。あ、この海どうしたんだよ。頭部および体のあちこちに裂傷があり、波消しブロックに見つかった際にできたものと思われたんですが、その中に刃物で腹部を突かれた傷があり、検視の結果他殺と断定されました。死亡推定時刻は昨日の午後6時から8時の間です。頼む、十津川警部。寺西さんといえば3ヶ月前の富士山殺しで捜査に従事された方ですよね。何の容疑だよ。公務執行妨害の現行犯だ。容疑は殺人、私の殺害容疑だ。それが寺西さんがこの夜中で殺害された。今回の事件は3ヶ月前の事件とは何か関係があるんでしょうか。いや、ただそれは何とも。失礼します。みゆきさん、寺西さん、
寺西さんはきっと婿養子を承諾することを私の両親に次にこの米子に。美雪さんは今回彼がこちらに来ることは聞いておりませんでした。電話で近いうちにとはおっしゃってましたけど。あなたもご両親も寺西がこちらに来ることは知らなかったんですね。会計王子には来させるな。それとストーリーなの。あの電話は一体誰が。すると米子に来たにもかかわらず寺西はあなたの前に姿を現さなかったんですね。ええ、なぜでしょうね警部。両親は苦労して部屋数5つから今の規模にまで旅館を大きくした。私も小さい頃からお上を継ぐ覚悟でいました。私が婿養子じゃなきゃダメだって勝手なこと言ったから、米子で暮らしてくれなきゃ嫌だって強く言ったから、寺西さん無理して米子に、だから殺されたんでしょうか。そうなんでしょうか十津川さん。あの時寺西は何を考えていたのだろう。結婚話で退職した寺西が何者かに殺害されたのである。私以来警部がずっと抱いていた二つの疑問は未だに疑問のまま残されていますね。うん、亀さん、私考えたんですが、もしかして私がずっと抱き続けているのと同じ疑問を寺西も考え続けていたんではないでしょうか。いくら慰めても寺西は。私の責任です。田代翔子さんの命が救えなかったのは私だ。ずっとそう言い続けていた。そんな彼が婿養子になると突然退職を願い出てこの会計温泉で殺された。ええ、今回寺西の遺体を確認するためにこの米子に赴いた私たちに須藤警部は、寺西さんといえば3ヶ月前の富さん殺しで捜査に従事されたからですよね。菅名寺西さんがこの米子で殺害された。今回の事件は3ヶ月前の事件とは何か関係があるんでしょうか。あの時には私曖昧な返事をしてしまったが、今ならば確信を持って断定できる。寺西が殺されたのは3ヶ月前の事件と確実に連動していた。あの日田代翔子は佇んでいたのはちょうどこの場所のホテルだそうです。ここから見えるのは田代海の家、すなわち翔子の実家、それと亀井さん、みゆきさん、その日私と亀井刑事は会見温泉加水亭にチェックインした。今回も警察官とは名乗らず会社のための出張とした。そして私はある人物の過去について徹底的に調べるように班の刑事たちに指示した。警部、役目を交代しませんか。いやいや、亀井さん、お願いしますよ。知っての通り私は下戸なんですから。下戸というのは体が酒を受け付けない人のことを言うんです。警部の場合は一旦腰を押し付けたらもうお強いんだから。そうですが、
こういうことはやはり年の功です。今回一つ亀さんお願いします。そうですか。本来だからこういう適任なのは本来一課長なんですがね。それでなくても出張費にうるさいから呼ぶわけにはいきませんしね。わかりましたよ。亀さん、私これから米子中央署に行って須藤警部に会ってきます。芸者さんがいっぱいいたのよ。でも今はみんな私みたいなコンパニオンばっかり。お待たせいたしました。フルーツ盛り合わせでございます。すごいね、食べていい？いやいや、あのね、わ今わ結構がいいんだよ、ね、いくつ？いきなり？18。嘘ついちゃいかんな。はい、尻尾10個。ダメだ、そうやって一歳ずつそば読んでたら、この何枚やったって足んねえんだから。ほれ、これ、最後だよ。さあ、いくつだ？20個。まあ、満足そっかそっかだ。じゃあね、なんつったかな、あそこのあの海岸ペリにある、ほら、旅館でな、ほら、玄関のところに桜の木のある。あ、花嶋さん？あそこの娘さんと、年子そんな違わねえじゃねえの？まあ、でも私の方が若いかな。実はね、会社の出張であそこに泊まったうちのせがれがね、みゆきさんっつったかな、あの娘さんに一目惚れしちまったよ。ぜひ結婚したいって聞かねえんだよ。まあ親としても無視するわけいかんでね。残念だけど息子さんに結婚諦めさせた方がいいんじゃないかな。まして私見て結婚2枚目だよ、すごい。顔とか年収とかの話じゃなくって。じゃあ何おお、人も裏への良縁だった。ええ、婚約は無事に相整ったら、相手の父親が資金を援助して7階建てのホテルに建て替えようという計画で。その相手の父親というのは以前荒木誠司からお聞きした。県議会で力のある議員さんだったんですけど、身内に不幸があってその話が白紙になってしまったんですよ。その身内の不幸というのは何だったんですか？不幸か不幸。みゆきさんにプロポーズしていた肝心の息子さんが急死しちまったんですからね。大戦時の急な坂から飛び落ちて亡くなってしまったんです。ちょうどその夜は大戦の夏山開き祭りが執り行われていて、その息子さんも世話人をやっていて、かなりお酒を飲んでいた。我々は他殺と事故死両方の線で調べたんですが、結局事故死として処理しました。他殺の可能性もあったんですか？まあ一応は。というのも一方的に惚れていたのは息子さんの方で、みゆきさんの方はあまり乗り気ではなかった。いや、むしろ拒絶反応を示していたといった方が正解かもしれません。ですが両親が苦労して経営している旅館を再建させてくれるというので、みゆきさんもはっきり断れない状態が続いているうちに、相手の議員の御曹司が急な坂から転げ落ちて死亡した。なぜ、寺西は死ぬまで刑事だった。最後の最後まで事件の真相を追ったのだろう。
2ヶ月前に、ふみさんとしょうこちゃん、二人に見送ったばかりなのに。ゆきさん。寺西のことは、ゆき、お仕事せや。はい。亀さん、夜名号0087。携帯にかかってきたのはこの海峡温泉からだったんですね。寺西を旅に来た私と亀さんは東京に戻った。警部、ご指示に従い寺西さんのご両親からお借りした品々がこれらです。退職時に寺西が持ち帰った私物ですか。この中には見当たりませんが、私前に何調べてるの。夜名湖の捜査報告書を仕上げるために、そのいろいろと。それで私気になって夜名湖新報に問い合わせたところ、寺西さんが取り寄せたものと同じ記事を送ってくれました。逮捕は田代文と田代翔子が殺害された記事と遠野拓也が逮捕された記事なんですが、その中に寺西は1年前の夏のこの記事もついでに送ってくれるように頼んだらしいです。去年の大戦松山開きは6月5日。亀さん、この日美雪さんと遠野はどこで何をやっていたんだろう。発祥寺焼き買い手玉か。これは役立つんでしょうかね。あのね、小さなものの積み重ねが真相を解き明かす材料になるんだ。覚えてる？はい。うわ。ボランティアの中に3年前のボランティアの名簿に揃って浅妻美雪と遠野拓也の名前があるんですね。あ、ありがとうございます。すぐにその名簿メール添付してくれるそうです。おい、さすが君、また出張願いかね。何回夜名湖に行ったら気が済むのかね。課長、今回が最後です。最後最後ってな。課長、必ず今回を最後にします。お願いします。警部、メールが届きました。その翌日、私と亀井刑事は重い気持ちを引きずりながら何回目かの夜名湖を訪れた。亀さん。はい。私たちはとんでもない考え違いをしていたんだね。田代翔子の実家がこの海底温泉だからこそ、彼女が遠野拓也を連れて夜名湖まで逃げたんだとしっかり思い込んでいた。ええ、ですが翔子ちゃんがあんなことになる3週間ほど前、まだ彼女とあの男のことがニュースで報道される前にね、私夜名湖駅で彼女に会ったの。翔子ちゃん、久しぶり。今から思えば
東京から逃げてきた時だったのよね、あれ。お願い、私に会ったこと誰にも言わんで。どうして？おばあちゃん、東京であんなことになってしまって。お骨、あのキャリーバッグの中に？うん、その、いろいろあって。お骨まだ警察から届いてらんで。そうなの？じゃあお葬式するために帰ってきたんじゃないの？違う、本当は帰ってきたくなんかなかったけど、彼がどうしても会見に来たいって言うて。この会見温泉に逃げようと提案したのは翔子ではなく遠野の方だった。安原警部補が調べてくれた遠野拓也の過去。警部、美雪と遠野は3年前にこの介護支援団体のボランティア活動を通じて知り合ったそうです。たちまち親しくなり恋人同士になった。だが去年の夏に2人の仲が引き裂かれた。美雪の方に県議会の実力者の御曹司との結婚話が半ば強制的に持ち上がって、私と同じ疑問を抱いていた寺西はきっと美雪さんとの会話の中で何かヒントをつかみ、私たちに先んじてこのことに気がついたんだろう。しかし去年御曹司が亡くなった事案は事故死として処理され、今回の田代文殺害事件も捜査は終結し、遠野拓也は送検起訴されてもうすぐ裁判が始まるところだった。今さら私たち刑事に出番はない。だから刑事を辞めて自分一人で捜査を続けようとした。たとえ何かあっても警部や私、警察に迷惑や責任が及ばぬように。それが目の前で彼女を救えなかった田代翔子への贖罪だと寺西は考えたんだろう。だからあいつはあの時、あの、うん、警部、あ、いえ、私に何かを訴えようとした。しかし断念して、初めの考え通り一人で調べようと。会計温泉にやってきて狙いに気づいた犯人に殺された。亀さん、前に私にこう言いましたね。私はとんだ野暮天だ。気づかない方がおかしかった。寺西と美雪さんが互いを好ましく思い、やがてそれが愛に変わっていった。寺西は本当に美雪さんを愛していたんでしょう。それで彼女の元に飛び込み、事件の真相を掴もうとした。浅妻美雪。稲田姫は日本神話に登場する女神、スサノオノミコトがヤマタノオロチを退治して稲田姫を助けた物語。鳥取工人神楽研究会は、一度は廃れてしまった神楽を復活させるために若者たちによって設立された団体だそうです。今待っているのが美雪さんのはずです。指名を申し述べてください。
こっちには警官も警備員も配置されてない。今日の時だと思う。緊急配備、応援要請。さあ！船が殺害された現場に新しい夕すべの花が。夕すべ？お疲れ様です。ネットで調べたんですけれども、鳥取の大山で咲き誇る花のようです。神さん、私たちはこちらにいましょう。私たちにはまだ解明すればならないことがあります。それに、それに直接手を下したわけでもない田代文の殺害現場にも花を手向けたんだ。浅妻美雪と遠野はきっと田代祥子が殺害された堤防、寺西を殺害した現場、そして大仙寺に戻ってくる夕菅の花を手向けに。ええ、きっと。神様が住むあの山が見えると、いつもは、あー、やっと帰ってきたんだなーってほっとして。でもあの時は、旅館の将来のために結婚してほしいって両親に言われて戻ってきた1年前の夏。あの時は涙で霞んで見えなかった。1年前も結局君は結婚しなかった。相手が死んだから。私ね、家族を、車椅子生活を余儀なくされた父と、それを必死に支える母と、それとあの小さな旅館を捨てることができなかった。それから私はずっとカゴの鳥。あの時思い切ってこっちに来て介護の仕事をすればよかった。だけどあなたは来てくれなかった。あなたは昼夜徹して尽くしたあの介護施設を辞めることはできなかった。いろんな施設を転々としてしまったけど、やっとたどり着いた理想の施設だったんだ。両親を亡くして孤独だった僕に、そこの施設長は本当に親のように優しくしてくれた。父親のような施設長が亡くなって生まれちゃったのね、あなた。それだけじゃない。僕が自分を見失ったのはあの時。ごめんな、あの後夜中に残って傷ついた君のそばにいる時だった。
でボロボロになったあなたを翔子ちゃんが刺された。彼女がない。まさか君の旅館のすぐ前で育ったのです。あなたを愛しすぎた。私と同じ。あんたが昨日どこにいたか知ってんのよ私。あんたダラズだよ。しょうこちゃん、かわいそう。しょうこちゃん。私とあなたも過去に気づいたの。最初は僕がどうしても米子に逃げたいって言った時に、なんでだろうって思ったらしいけど、そうか、明日大山の麓の雪屋に移れそうだ。電気も水道も通ってるから当分の間隠れていられるって。そんな隠れが誰が用意したの？今朝さくらが誰かに電話してるのを聞いちゃった。それで後をつけた。昔付き合ってたみゆきちゃんのことを忘れられなくて、それで米子に逃げようって言ったんだ。どんな余計者だよね私。翔子、200メートルほど先に公衆電話がありますよね。そこから私の携帯に電話をかけたのは浅沼さん、あなたですよね。あんたの姿を大好きだな。廃棄温泉には来させるな。来ると不幸になるぞ。美雪さんは3ヶ月前の事件は決着したはずなのに、なぜ寺西刑事が必要に連絡を取ってくるのか、その真意に気がついた。いや、3ヶ月前の事件というより、みゆきさんは1年前に県会議員の御曹司が大仙寺の坂道から転落死した事件を蒸し返されることを何よりも恐れていた。そこでみゆきさんは寺西をこの米子に呼び寄せ決着をつけようとした。その娘さんの意図に気づいたあなたは。私は申し訳ありません。私たちは落ちずにただひたすら遠野さんのことを愛し続けて忘れることができなかった。あの子あまりにも不憫で。寺西さんは美雪に電話で話したそうです。美雪さん、あの時遠野拓也と田代翔子に隠れ家を提供していたのはあなたなんでしょう。張り込んでいた我々の情報があなたの口から遠野に逐一伝わっていた。しかし逮捕された遠野は取り調べでは一言もあなたのことを話さなかった。なぜ田代翔子は浅妻屋をじっと睨みつけていたのか。ずっとそのことを考え続けてきた私の考えは的を射ていると思うんだけど。わかりました。お話ししたいことがあるので
寺西さん、こちらに来ていただけますか。美雪は思い詰めていました。思い詰めると美雪は周りが見えなくなる子なんです。寺西さんはどうしてしまうかわからない。それで前にお聞きしていた戸塚さんの携帯に私は電話を。そこ私は感覚はできていますよ。お父さん、全てお話しします。少し休め。大丈夫。この写真は夕暮れの花ですよね。はい。みゆきが子供の頃から大好きで。この場所は大山のどこです。遠野さん、見返りなど求めずに心身を捧げていた施設がなくなり呆然自失になっていた時、あなたは田代祥子さんと出会った。しかし彼女は振り込め詐欺に手を染めていた。ノルマに苦しむ彼女を見ていられなくて、あなたもいつしか詐欺に手を貸すようになった。だが祥子さんは厳しいノルマを課され祖母の文さんに頼った。あげく文さんは詐欺師の一員に殺害されてしまった。おばあちゃんを殺された祥子さんは必ず組織を裏切り警察で真相をぶちまける。そう読んだ詐欺師たちはあなたたちを狙うようになった。そこで遠野さんと祥子さんは東京から逃げ出すことにした。警察の追及もだら、あなたと祥子さんは鉄の亀裂を持つ詐欺師たちからの粛清の方が恐ろしかった。そこで遠野さん、あなたは逃亡先にこの米子の海底温泉を選んだ。でもそれは祥子さんの実家があったからではない。かつてあなたが愛した美雪さんに会いたかったからですよね。あんたダラズだよ。あんたの一体何なの。みゆきさん、あなたが頼ってきた遠野さんを受け入れた。だが遠野さんは田代祥子さんを連れていた。年下だがあなたの幼馴染の祥子さん。拓也も祥子ちゃんも詐欺師たちに見つかれば殺されるんです。そんな彼らを手助けすることってそんなに悪いことなんですか。しかし美雪さん、遠野たちは振り込め詐欺を。うちの旅館何度も何度も詐欺的な手口で買収されそうになりました。数々の嫌がらせも受けました。私が結婚話を渋っていた腹いせに温泉の権利まで奪われそうになった。みゆきさん、あなたが言うこともわからないではない。だが犯罪は犯罪です。警察官としては見逃すわけにはいかない。去年の夏、遠野さんが勤める老人ホームのお年寄りが星王子焼き会計ラマをあなたからお土産にもらっている。そのお年寄りは日記をつけていた。あなたからお土産をもらったのは去年の6月6日。
ちょうどその前日の夜に由紀さんに結婚を迫っていた議員の御曹司が急坂から転落死している。由紀さん、結婚してくれよ。俺と一緒になって損はないだろう。旅館だって再建させてやるけん。愛する美雪さんが正当防衛とはいえ人を殺めてしまったという衝撃と、信頼すべき勤め先もなくし、美雪さんとの間が疎遠になって、やめてくれ。人間の気持ちというものはただひたすら一つの方向だけを向いているように見えても、ついどこかに隙間ができてしまう弱くて虚しいものなんです。ゆきさん、寺西はあなたとやり取りをするうちに去年の夏のその事件のことに気がついた。そうですよね。そしてその真相を解き明かそうと、よりあなたに接触するようになってきた。だからあなたは、寺西さんは刑事らしい刑事さんでした。彼は隠れたままだった翔子ちゃんがなぜ突然姿を現し、私の旅館を、私を睨みつけていたのかをずっと考えていて、私にこう言ったんです。僕なりの結論はただ一つ。あなたと遠野の関係を知った翔子さんは自暴自棄になった。だから最後にもうどうでもいいなんていう言葉を私に投げつけたんです。翔子さんはあなたに嫉妬した。あなたのことを忘れられない遠野にも失望した。あなたと遠野拓也の愛は再会することで激しく再燃した。翔子さんはそれに耐えられなかった。たった一人血を分けたおばあちゃんが殺された直後ということもあり、人生に絶望してしまった。それが隠れた真相です。違いますか？そのことに気がつくまで、私はあなたのことを愛し始めていました。結婚して旅館の婿養子に入るということも本気でした。携帯の番号やメールアドレスを聞いてくれたあなたも、私に好意を寄せてくれているとばかり思っていた。だけどそれはとんだ思い違いだった。あなたは警察の情報をつかむために私に優しく接してくれただけだった。遠野が逮捕された後も彼の現在が知りたくて私に連絡を取ってきただけだった。誤解です。そんなあなたの真意に今まで気づかなかった私は刑事失格です。ただ辞職しても私の心は刑事のままです。去年の夏、あなたに結婚を迫っていた県会議員の息子さんが転落死した事件、あなたが関与していた。私はその証拠を集めます。だけど美雪さん、潔く罪を認めて自首してください。わかりました。でも、もう少し、もう少しだけ時間をください。寺西さん、みゆきは私たちに相談してくれました。断るあれ、人の命を奪ったことに変わりはない。自首しようと思うと、美雪は言った。そのことを知ってるのは寺西さんだけなのか？うん、今のところは。
父さん、お母さん、今まで黙っててごめんね。私があの時、遠野さんのことなんて忘れて、あの結婚話を受け入れてさえいれば。可愛い一人娘を叩き売れる前ができるか。そうでして、この旅館守りたくない。外を雅子。そうよ。翌日、私と雅子は寺西さんを呼び出しました。ではどうなっても申し訳ないが、見過ごすわけにはいきません。お父さん、誰も殺すんだ。説明だったとしても、この土地の実力者の後継ぎの命を奪ったことに変わりはない。私たちはもうここでは暮らしていけなくなる。頼む、寺西さん、この土地だ。私はどうやってもいい。なんとか身を切ろう。身を切だけろ。浅妻さん、顔を上げてください。私だって辛いんです。でも私は、私の心はどこまで行っても刑事なんです。さあ、顔を上げてください。浅妻さん、許して。浅妻さん、あざこ、どうしよう。あざこ、俺たちは守ってんだから。向けていただけますか。いえ、ミキさん、それはご自分で。両親まであんな目に遭わせて、だらずですね、私。本田君。はい。しかし、人間の運命ってのは分からないもんだね。そうですね。私も今回はなんだか人生の無常を感じます。無常ね。あ、本田君。はい。君、働き詰めだな。この際、休暇でも取ったらどうだ。休暇を？うん。いや、とんでもない。私は事件がある限り常に陣頭指揮を心掛けて。うん、いい心掛けだ。でもな、
たまにはおふくろさんの顔をゆっくりと見てこいよ。よく言うだろう、親孝行したい時に親はなしって。ゆっくりおふくろさんに会ってこい。君そっくりのおふくろさんに。結婚相手のことを思い出すことある？そら、ないわけじゃないけど。うん。でもね、365日、ほとんどあなたのこと考えてる。火葬場で、寺西のお骨を拾ったとき、ゆきさん、涙を浮かべていました。もし寺西と美雪さんが事件を介してではなく普通の男と女として巡り合っていたならば、お似合いのカップルだったでしょうね。私はね、寺西は美雪さんのことを本当に好きだった。でも真相を解明してから結婚したいと考えていたと思ってるんです。その思いに偽りはなかったと私は信じています。これから朝妻屋どうなるんでしょうか。美雪さんはきっと正当防衛が認められる。親父さんと一緒に経営を続けながらお母さんの帰りをあの旅館で待つと思います。警部、お亀さん、ほらお昼終わっちゃいますよ。早く行きましょう。あ、そうそう。いや、原井さん、はい、じゃあみんなでオムライスでも食べるか。カメさんのおごり。今月デモが激しいのよ俺。